若松でね、ここね、有名な文具店ですよ、文具店。今時さ、文具店もなかなか減ったもんね。しかもなんか超レトロ。ちょっと中に行ってみたいと思います。こんにちは。まあいろんなのがある。お買い物もしながら撮影もしてもいいですか？すごい懐かしい。ほら、私たちの若い頃の文具店や。そのまま残っとる鉛筆とかも、うん、懐かしい。すごい駄菓子もあるし、プロマイド。あ、プロマイドは今時の 人やね。こっちは鉛筆削りとかも当時のとか売っとるよ。あ、プラモデルのやつやん。タミヤの飛行機とかよく作りよった。懐かしいね、こんなんね、うん、トミカもあります。トミカもあります。すごいね、ここ。ねえねえ、なんか変わったドリンクがあるよ、これ。昔のスコールに見えた。スマック。いやー、ここいいよ、多分。ここ同世代来たらみんな喜ぶよ。ねえ、文房具かわいい、懐かしい。あ、それさ、ピリ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 って言って2倍とか3倍とか出てくるっちゃうね。微妙に終わらんやつね。あ、ここお宝いっぱいやん。だってトランプとかさ、そんなんまで売っとる。羽根付きや、指輪がある。すごいね、これも昔あったね。女の子みんな買いよらんか。そう、買いよった。花火も売っとる。スーパーボールね。うん、スーパーボール悩むね、うん、ちょっとお買い物してからの。懐かしい。だって500円札とか持って行きよったもんね。500円札持っていけたら金持ち。500円持っていけたら金持ち。こういうやつ、筆箱、うん、カンペンよ、カンペン。私たち、あ、そうそう、カンペン懐かしか。ちょっとボクシーとか流行ったの。あ、ボクシー。え、まさか当時のが残っとるとかに。なめ猫今また流行っとるとよ。まだいっぱいある。隊員スマック飲んでます。スマック G ゴールド。一気やん。どげん？美味しいです。あ、美味しい？昔は長かったらしいよ。昔は長かった。昔は長いけど、うん、味が違います。そう、その色見たらスコール思い出すじゃん。スコールもその色やったやん。はい、そうですね。ね、そうそうそう。このぶら下がっとるのもさ、懐かしいね。懐かしい。昔ぶら下がって売っとったろうが。うん、久々の若松。よいしょ。もちろん国内に出張してるんだけども、海外にやっぱりこの愛情を込めた農業を、ね、昼はね、若松ラーメン激辛があって、ちょっと食べてみましょう。人間的な男女差別とか、いろんな問題が実は含まれているんです。あ、美味しい。全然大丈夫な辛さですね。細かく切るのが苦手なので。まだ無表情クラスです。うん、美味しい。どこだけなら行くことない。スープ。
住んだことあるけど、私かなりね、激辛なんでね、とんでもない辛さまで行けます。で、あの冷凍の餃子が、介護の母も、すごい美味しいね。特に羽が素晴らしいんですよ。しかも、あの餃子行ってみよう。ゲストって言うと、大丈夫なんですよ。あの、そこが開いたんですよ。だけど、離れないんですよ。働いないで、誰かがいてもうまくいってない。あれはね、あの、働いてる人、育児の人や介護の人や、あの男の人も、もちもちしてる。美味しい。ここのね、市場のもう一個市場がね、あるっちゃうんだぐらいでね、秘密の部屋があるの、どっちに。そう、本当は入ったらいかんって。だけどそこにある、そこ知っとっちゃう。ここでもやばいね、やばいけど、ここ多分一番商店街で好き。ここいいね。こんなお店なかなかございませんよ。これいつまであるかな。え？もうでも やばいよ。こうもう全部開いとるもん。昔は全部開いとったじゃんね。すごいね、ここは。こことかまんまやん、魚屋の。ここ、ここ、ここだね。ここだけじゃないじゃん。もう一個、ここはそんな大したことない。もう一個市場があるやん、裏手に。知っとる？あ、ほんと？もう一個の市場の2階に、あ、ここ？へぇ、もうここさ、全部やばいね。ここ いいよね、開いとるよ、空き店舗。すっごいよ。なかなかね、こんなところはないね。うん、ザ昭和や。もう2階とかも住んどらんちゃろうね。そうやね。ねえ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 、あ、ここやばいね。すごいね、単純に撮るね。ここわあ、なんかこっちの家とか多分廃墟やな。物が出てきとるやん。てか今36度か7度ない？お、見て見て、昭和20年くらいよねえ、これ。ここすごくない？やばくないですか？土壁、これはやばい。中見たいな。これすごいね。てかこんなが残っとったよ、まだ。なんか昔の階段、急な。こんなんもう閉まっとるの？あ、閉まった。
うわなんかすごい開いとる。おお、でもあそげんない。なんか魅力を魅力があるような廃墟ではない。いやいやここすごいわねえ。ちょっとねえ、これ屋根落ちてくるよ。これこれ落ちまくっとるよ。やば、人住んどんの？まさか、え、住んどるの？チャリンコあるよ。これ大変よ、毎日。住んでないやん、これ。クモンスター家だよ。こっちはでも寸胴とかいな。もう寸胴る？あ、猫が出てきた。いや、もう雲。ちょっと待って。でも雲の巣に引っかかるってことは誰も住んでないっていうことやない？と思うけど暑い。いや今んとこっていうかちょっとまだ続く。この辺でさ、激やばい。あっちもやばいよ。すごい。ちょっと福岡にこんなところがちょっとあったとかありえんね。この辺地区ってさ、そう、ちょ見て。あれ洗濯物が干してあるよ。そうだ。だけどあれ葉っぱは模様やね。え？ここも住んどる？これなんかお店やね。え？違うよ。中でも物があるよ。あのやってないよ。なんかあの倉庫みたいに来とる。すごすぎる。少年ショップ？何のお店やろね。おお、何あれ。てかこの地区すごいね。すごい。これ町営かな？違う。町営って結構こういう長屋っぽいもんね。そうやんね。これってさ、あ、猫。いやいや、これほんとやばいよ。やばい。ちょっと今日やばい。おお、これすごいね。ちょっとガッシャンガッシャンやん。行きたいけど、突っかけです。突っかけではね、行けないんですよ。てか多分あれ階段とかもう登ったら落ちるじゃない。落ちるね。これすごいね、そのまんまや。もう屋根とかだって、てかほんと掘ったて小屋みたいな家やね、これ。これも入り口がカフェやね。カフェやん。こういうのカフェって言うんですよ。多分ね、一般の人が見てもわからないね。これカフェです。ここなんかあったとかいな。のれん街があったって。のれん街。うん。